皆さんご機嫌いかがでしょうか。ライス定食です。本日遊んでいくおもちゃはこちらでございます。はい、こちらまだ外箱ですけれども、こちら見ていただきたいんですが、 SH フィギュアーズ仮面ライダーオーガです。はい、この後外箱また開けていきたいと思いますけれども、こちらですね、最新のアーツではなくて2016年の2月に発売されたフィギュアーツなんですけれども、まあ、なんでこれが今、このタイミングで手に入ったかと言いますと、まあ、最近多いですけれども、またですね、ライダー友達兼おもちゃ仲間兼視聴者様である方から、いただきました。ありがとうございます。最近人様からいただいたものばっかりレビューしてるような、気がしますけれどもこちらですね、仮面ライダーファイズの劇場版パラダイスロストに登場した仮面ライダーオーガなんですけれども、まあ、劇場版限定ライダー敵ライダーということになるんですけれども、そのフィギュアーズですね。このですね、ファイズのパラダイスロストってものすごい評価高いんですよね。僕の周りでもみんな面白かった面白かった、ぜひ見てほしい、僕もいろいろ言われるんですけれども、まあなんせ僕ファイズ未視聴なんで、パラダイスロスト見ても大丈夫かなみたいに思ってたんですけど、本編とパラレルワールドなんですよね、ファイズの、その劇場版が、なんでパラダイスロスト単体で見ても全然内容は楽しめることになってるんですよね。でこのフィギュアーズをくれた方がですね、パラダイスロストをぜひ見てもらいたいからこれを受け取ってほしいと、そういった感じで、ですね、これ未開封らしいんですけども、こちらをいただくことができました。そして先ほどですね、パラダイスロスト見てまいりました。非常に面白かっためちゃめちゃ面白かったし、オーガが本当にめちゃめちゃかっこいい、非常に面白かったので、早速こちらのオーガ開けていきたいと思うんですけれども、まあ、まず前提として僕はファイズを見ていない、その本編の方を見ていないので、それでね、おもちゃをほぼ持ってないんですよ。なんとファイズ系のフィギュアーズ初めてがこのオーガという、まあとりあえずですね、早速開けていきたいと思います。それでは行きましょう。せーの、どーどん、いいよ、おー、はい、こちら外箱、おー、かっけー、あ、めっちゃライトめっちゃリングライト反射してるけど、でちょっと斜めにしてね、こんな感じで見ていきたいと思いますけれども、まず外箱ですね。これすごい昔のフィギュアーズですね。最近のフィギュアーズってさ、もっと分厚くて、ここの横幅もっと狭いんですけれども、この平たいフィギュアーズの箱めちゃめちゃ久しぶりみたいな気がする。過去にですね、仮面ライダーブラックのレビューしてたと思うんですけど、ブラックの時の箱がこんな形でしたよね。そして外箱、O が映っております。プレ版限定ですので、窓はなくてイラストのみですね。裏面見てみますと、まあ、パラダイスロスト、ラストシーンですね、埼玉スーパーアリーナに1万人の観客の前で戦うシーンですよね。こちらの方のイラストが描かれております。それでは早速開けてまいりましょう。それでは2016年のフィギュアーズですね、いきましょう。どーどん、よっ、おー、あー、すげー、いっぱいパーツ入ってるね。というわけで、なかなかね、造形もさ、このさ、マント的なものがついてるアーツっていうかライダーですので、ちょっとね、造形が当時のものと比べてどんな感じなのかを見ていきたいと思います。はい、というわけで、中身は仮面ライダーオーガ本体と交換用の手首パーツが左右合わせて4つ、武器のオーガストランザーの探検モードと長剣モード、剣のホルダー、交換用のオーガドライバーのミッションメモリーなし、そして、オーガフォンなしの状態、そしてオーガフォンとオーガフォンのブラスター状態ですね。それではまず仮面ライダーオーガ本体見ていきましょう。顔の造形、体の造形、非常によくできております。ただね、やっぱり2016年発売とはいえ、ベースは仮面ライダーファイズのフィギュアーズの方をベースとしているみたいで、なんかね、ちょっとバランスが悪いのよ。で、同じタイミングではないんだけど、2018年の頭かなに発売したこちらのエグゼードなんですけども、エグゼードのアーツとこうね、並べてみた時何が違うかってね、まず手の長さなんだよね。こうやって肩の高さ合わせてみるとわかるけど、手首の位置が全然違うよね。関節1個とまでは言わないけど、関節 1.5 倍ぐらいエグゼードの方が長いね。なのでなんかね、腕がすごく短いっすね。顔のバランスとか体のバランスとか、その辺はね、やっぱアーマーがごついのもあって全然気にならないんだけれども、マントの内側のね、足の造形、こっちは2段になってますが、これはね、足1本になってます、太ももが。なので2016年の発売のものにしては造形がね、ちょっと昔のものに寄ってるっていう感じですね。
とはいえクリアパーツ、この頭の部分ですね、それと胸のところに使われております。非常に綺麗に輝いております。そしてこれがオーガギアですね。これはねさっきねあのパーツの説明しましたけれども、ここは交換することができますので、こんな感じで簡単に取ることができます。でベルト部分ですが、ローブに対して一応ね独立はしてて、こうやって動かすことはできるんですが、もう完全にねぎっちりとここにはまっておりますので、あんまり動かすと傷つけますので、あんまりこの辺は触らない方がいいと思います。そして足のこのね靴底のとこ、ここはねダイキャストが使われてますね。で可動面ですけれども、首の周りに特に邪魔なパーツがありませんので、よく動きます。前後左右ぐるぐる回りますし、腕もね肩のここのパーツのジョイントが独立しておりますので、横水平まできちんと上げることできますし、胸もねぐるぐる回ります。腰も回転します。おっとベルトがちょっと取れやすいかな。でマント部分は軟質になっておりますので、まあ、水平までね上げることはさすがにできませんが、とはいえねちゃんとポージングするときに少し避けることはできますね。なのでまあよほどアクロバティックなねポージングでもさせない限りは問題ないと思います。足に関しても真ん中で独立した動きが少しですけれどもすることができますので、まあね足で踏みとどまる的なポージングもさせることができます。あと背中のここもね軟質になっております。でここにクリアパーツさらに使われてますね。本編見てるとここのね赤い丸の球体が中にあって、その上からこれがついてるって感じですけど、ここのさ上のパーツのここの角度、ここさグッて上がってちょっと降りてるじゃん。このちょっと降りてるのがね本編見てるとね降りてない、水平になってるように見えるんだよね。なのでなんか本編と比べるとねなんかね顔が優しい気がする。もっとさガチッとさ相手を睨む的な、なんか威嚇してるみたいな表情をちょっと自分は感じてたんですけど、フィギュアスからは若干優しさすら感じるかな。それではまずポージングさせる前に、こちらの剣のホルダーを腰に刺して探検モードを差し込めば、はい、これで仮面ライダーオーガ完成でございます。そして足と腕を少し開けば、変身直後のキバさんのポーズを再現することができます。そして装備していた探検を手に持たせると、こうで長剣モードに変形してエクシードチャージ状態、ファイズに向かってオーガストラッシュですね。実際は剣がビョーンって伸びてましたよね。もちろん通常の斬撃ポーズも取ることができます。あとローブがね比較的自由に動きますので、こんな感じでライダーキック取らせることもできますね。そしてオーガフォンの銃撃モード、ついておりますので、こんな感じで手に持たせればファイズフォンみたいにね銃の銃撃ポーズを再現することもできます。はい、というわけで本日は SH フィギュアス仮面ライダーオーガの方をご紹介いたしました。ベースがファイズのアーツですので、素体自体は若干古さを感じましたけれども、周りのアーマーとかゴツゴツしてて非常にかっこよかったですね。付属品も非常に多いので非常に満足のいく内容となっておりました。パラダイスロスト自体は Amazon プライムとかでも見ることできますので、まあ、気になった方はねぜひぜひ、ファイズの本編見てなくても多分わかる内容になっておると思います。もちろんファイズをねベースとして見とくと余計わかりやすいとは思いますけれども、気になった方はぜひそちらの方を見てみてください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。